い、こんにちは、ちーと申します。今日もまたウィル素晴らしき世界続きを進めていきます。前回はね、文先生とウェンちゃんのすごいなんか純愛もののお話を見つつ、ちょっとジミー君の危険な一日を垣間見た感じでしたね。で、今日も続きをやっていきます。どうしようかな、読める話はあるんだけど、一回ポスト開けますか。あ、一通だけだ。そうか。あ、ウェンちゃんだ。一人旅、もしも時間が戻せるなら一人旅になってる。え、文先生と一緒じゃないんだ。一人旅か。これはちょっとまた次回にしましょうか。で、今のところ読めるお話がここと、あとはジミーくんと、で、こっちにね、まだね、アリシアちゃんとギョンミンくんの話があるんですよ。こっち今日先に読もうかなと思ってます。これね、誰もいない4か。野球帽の男の子。アリシアちゃんの方から行こうかな。こっちから行きましょう。野球帽の男の子。トコは専用の受注システムを持っていた。馴染みの客やその客から紹介された人間は、全員そのシステムから彼に連絡をする。トコの名刺にある番号へ、笑えるモールス信号を送る必要はない。これ前回ね、そう、アリシアちゃんはトコに、SOS じゃなくて、で、なんか助けを求めるモールス信号を送ってましたよね。ソコはとても強い。たとえターゲットがソコの暗殺リストに自分が載っていると気づいても、彼がどうやって自分を殺すつもりなのか、そしてそれがいつどこで起こるのか全く予想できない。ソコはまるでマジシャンのようだ。あ、マジシャンっていう言葉も出てきてましたね、そういえばね。ソコへの暗殺依頼はとても多かった。ほとんどの場合、彼は自分では動かず知り合いの殺し屋を差し向けた。しかしそのリベートは要求しない。ソコ曰く、ブローカーをしているのは金儲けのためでなく、情報を得るためだからと。ソコはたまにファイさんのために命がけで働いていた頃の話をしてくれた。彼も私と似た境遇だった。周りは敵だらけで、ファイさんの元から離れてからも大変だったと。ソコはプロの殺し屋に身を落としたとき、これが唯一生き残るための道で、そして戦闘技術より重要なのは情報ということにも気づいた。ソコの情報網からこの前私を殺そうとしたのはどんな奴らだったのか判明した。予想はほぼ当たっていた。しかし犯人が分かってももう何の意味もない。今、私の首には光学がかけられている。街に出ればすぐに誰かが私を殺しに来るだろう。3ヶ月ごとに私は引っ越した。部屋はすべてソコが手配してくれた。私がどこにいるのか知っているのはソコだけだ。今私は、これ何、緑貝でいいのかな、緑貝96番地に身を隠している。うまい具合に99番、ブラックドラゴンの拠点から20メートルしか離れていない。一度窓からファイさんが見えた。ファイさんはブラックドラゴンのトップについているらしい。ソコは私をかくまうだけじゃなく、問題があれば生活面でも助けてくれた。え、なんかめちゃくちゃ支えてくれますね。境遇が似てるから、ちょっと同情してくれたりとか、そういうところもあるのかな。え、今日のように。私はベッドに横たわり、足には包帯、頭に氷のを乗せている。ソコは熱々の少し焦げ臭いお粥をベッドサイドテーブルに運んできてくれた。それからソファーに座り、持参してきた3ヶ月前のポルノ雑誌を開く。4日前、ソコが3つの紙袋を私の目の前に置いた。彼は堅苦しい話が嫌いで、毎回私にやってほしい注文を一番上にしていた。第一のターゲットは出稼ぎ労働者に3年も給料未払いのブラック企業社長。第二のターゲットは寝たきりで家族の介護が必要な金持ちの老人。第3のターゲットは最近、これ何、ワンドー区域でできたマフィアの頭目。私は一番下を選んだ。そして全力で仕事をした結果、こんなありさまに。誤解しないでほしいのは、私は何も正義の味方気取りの殺し屋なんかじゃないってこと。私にはそんな資格はない。私はただ天涯孤独なだけ。友達もいない。何のために生きているかもわからない。だから、生死の境を歩いて生きている実感を得たいだけなの。私はお粥を食べて、うとうととまた眠りに落ちた。あ、チリリン。
ドアベルが鳴るのがぼんやりと聞こえた。祖母が扉を開け閉める。速達でも届いたのかしら。速達？誰が私に速達を送るっていうの？私は飛び上がって祖母と叫んだけれど返事はなかった。私は弾薬庫の入り口に来た。新しい潜伏先に移るたびに、こんな風に一番小さな部屋を改造して、盗難防止用に鉄扉をつけた秘密の弾薬庫を作っていた。あと何日かでまた引っ越すため、武器と弾薬はもう梱包してある。今、弾薬庫は空っぽのはずだった。その弾薬庫の入り口に、開封された速達便の箱が捨ててあった。パスワードを入力する。背後に誰かいるのに気づかなかった。誰かが私の背後から首を絞めてきた。私は左手を振り上げ、指で侵入者の喉元を突こうとした。侵入者は宙返りでそれを避け、窓枠に機敏な動きで着地した。目深にかぶった野球帽で顔が見えず、痩せた若い男としかわからない。やっぱり評判通りだね。えへ、とにかく僕の任務はもう終わったよ。さようなら。そう言葉を残すと、若い男はまたがっていた体を窓の外に倒し逃げていった。でも彼を追うより今はもっと大切なことがある。私は弾薬庫の前に戻った。さっきパスワードを入力しても扉は開かなかった。唯一考えられるのは、祖母が中からロックをかけたということ。でも、なぜ？あ！ドカンと大きな爆発音が轟く。凄まじい力が鉄扉を押し開き、歪ませ、灼熱の破片が私に襲いかかってくる。祖母がその破片と一緒になって空中を舞うのが見えた。爆発の衝撃で、彼の首は荒ぬ方向へと曲がっていた。集中治療室で目覚めた時、私は自分の左手と両足がなくなっていることに気づいた。もう私の命は長くなかったけれど、医者はさらに恐怖を伝えてきた。一緒に発見された男性は救急車が到着した時にはすでに死亡していましたと。おかしいな。医者からお辛いでしょうと言われても悲しみを感じなかった。やばいな、アリシアちゃんのところはなんかいつも過酷ですね。次の手紙行きましょう。誰もいない4課。俺はトイレの向かいにある机に座っていて、周りはガランとしている。ジオン先輩はまだ入院中だ。ハン課長はどこかの拘置所に送られた。そしてミンチュン先輩。彼にはもう二度と会えなくなってしまった。捜査4回残ったのは俺一人だけ。ミンチュン先輩は殺されたんだ。この警官殺人事件は上級検察員が担当し、捜査3課がそのサポートに当たることになった。昨日、その3課の人間が菅課長の私物を全部押収していった。しかし、こんなこともあろうかと、俺は事前に菅課長が書いた捜査報告書のコピーをいくつか隠し持っておいたんだ。やるなぁ、ギョンミンくん。あの、二課に関する赤いフォルダーも。この隠しておいた報告書は、四課が今まで解決した事件についていろいろと記録されているんだが、特に重要な情報はなかった。ただ、この報告書にはかなり見覚えがある文章があちこちに。ん？菅課長が俺にあんな長い報告書を書かせた理由がやっとわかった。課長め、俺の報告書をコピーしてたな。きっと俺のだけじゃない。ミンチュン先輩やジオン先輩の報告書もコピーしてるだろう。そういうことか、菅課長。文章を書くのやっぱ苦手なのかな。俺は呆れて首を振り、それらの報告書をしまうと、あの赤いフォルダーを開けた。菅課長が連行されてから、俺は何度もこのフォルダーの資料に目を通した。資料によると、菅課長はかつて捜査2課の捜査員で、しかも、二課で唯一の生き残りだったことが分かった。フォルダーには数年前に、前、プサン署長が発動した。これなんだ、白水湾違うかもしれない。白水湾計画の経緯と、二課がその計画にどのように参加したかなど、すべての内容が記されていた。二課の任務はすべて成功していた。最後の一つ、コードネーム、
W620 を除いて、そしてこれは二課が全滅した任務でもある。ファン課長がいつもこの資料を見ていたのは、きっと同僚を忍んでいたんだろう。ファン課長がこの資料を見ながら涙を流していた時の光景が、俺の目にはまだはっきりと焼き付いている。あ、これ、ギョンミンくんルートでさ、まあ、ギョンミンくんのこの話で結構最初の頃にチラッと描写されてたやつですよね。そして、ミンチュン先輩が武器図鑑を開きながら、軍事オタクのジョークを言って、自分だけ大笑いしている光景も。これあれだ、一番最初のギョンミンくんの話で出てきた、あの一枚絵。そのシーンでしたね。全部、まるで昨日のことのようだ。俺はやっと四課に溶け込み始めたところだったんだ。まだまだ、菅課長から武術を学べると思っていた。あの時にはミンチュン先輩から遠い小さな島で起こった戦いの昔話を聞けると思っていた。そしていつかは自分も四課のみんなと一緒に肩を並べて戦えると思ってもいなかった。こんな日はもう永遠に来なくなるなんて。ミンチュン先輩が亡くなってから今日でもう3日目だ。聞いたところによると、捜査員らが菅課長の家から未登録のグロック43を発見したらしい。その銃には課長の指紋が付着していて、銃身のライフリングが先輩の体の中にあった弾丸とも一致していたそうだ。でもどうなんだろう。菅課長がミンチュン先輩を殺したとはやっぱり思いたくはないよね。はめられただけだよね、きっとね。先輩の死亡推定時刻は、俺たちが先輩の死体を発見した日の正午。ちょうど、俺たちが麻薬の売人の自供を記録し終わって、ファン課長が警察署を離れた後だ。つまり、ファン課長にはアリバイがなかった。でも、ファン課長がミンチュン先輩を殺したりするわけないだろう。きっと課長には誰にも言えない事情があるんだ。俺があの時、課長がどこに行くのか知ってさえいれば、これももしかしてそういう感じなのかな。過去を変えると変わったりするのかな。この事件に関して俺が知っていることなんてこれぐらいだった。俺は何度もキム課長に掛け合って何か少しでも力になりたいと頼み込んだ。分かってたさ。俺は菅課長の部下。そして先輩のチームメイトだ。そんな人間は捜査には絶対参加できないってことぐらい。でも、少しでも菅課長の助けになるなら、どんな些細な雑用でも、どんなに辛い仕事でも何でもやりたかった。だが、キム課長はもともと傘下が持っていたどうでもいい雑事ばかりを俺に押し付けた。菅課長が今どこにいるのかすら俺には教えてくれない。おそらく、俺がまだ警察に残っていること自体が最大のお情けなんだろう。もう、これ以上は待てない。俺は決めた。俺はキーボードを打ちながらジオン先輩の卓上鏡をちらりと一別した。鏡の中では傘下の捜査員が4桁の暗証番号を押してキャビネットを開けている。捜査部では各課に専用の暗証番号付きキャビネットがあり、一時的に機密文書を保管している。菅課長の案件はまだ調査中だ。きっとあそこに関係資料があるはず。機密文書を盗み取るのはもちろん規則違反の範囲をとっくに超えている。見つかればどんな処分を受けるかわからない。だが、ミンチュン先輩の死と課長が冤罪をかぶせられていることを思えば、ためらう理由なんてない。それが俺のなすべきことなんだ。これが俺の正義だ。うわぁ。夜7時、傘下のオフィスに最後までいたキム課長もやっと帰宅した。俺は椅子に座ったまま5分ほどキーボードを打ち続けた。同じ階に誰もいなくなったのを確認してから、俺は手を止め、傘下の資料キャビネットまで移動した。キャビネットの上にはキャンディーのカゴが置かれている。扉を開けた。中には何もなかった。キャビネットの中は空っぽだ。だが夕方、キム課長がこの資料キャビネットを開けていたはず。まさかあの時中のものを全部持ち出したのか。俺はしょんぼりと自分の席へと戻った。どうすれば菅課長を助けられるんだ。誰か助けてくれる人はいないのか。
そうだ、まだジオン先輩がいる。俺は彼女が入院する病院に駆けつけたが、ジオン先輩はいなかった。え、なんで？え、看護師に聞くと、先輩は今日の昼に退院手続きをして、もうここを離れたそうだ。俺は先輩の電話番号を知らない。先輩に連絡する方法がなくなってしまった。くそ、万事休すか。仏様、どうかお導きを。俺はどうすればいいんですか？暗殺者の愛っていうのが、ロックが解除されましたね。暗殺者の愛？なんだ？え、どっち？アリシアちゃんの方？んで、じゃあこれさ、背後に誰かいるのに気づかなかったっていうのは、こっちなのかな？ギョンミンくんはさ、見られちゃやばいことをしてるわけじゃないですか。で、その背後にいたのが、これがジオン先輩とか。そういうのないかな？中には何もなかったは、アリシアちゃんの方に持ってくる？ちょっと一旦これで様子を見ましょうか。なんか、だいぶ変わるでしょう。何かしらの何かが。で、来た。大きな手が俺の背中を叩いた。よう坊主、俺らの蟹、何の用だ？俺はかなり前に近づいてくる足音を聞いたので、資料キャビネットの前にただ立っていた。そしてキャビネットの上にあるカゴから飴を取り出そうとしている風に装った。あ、いえ、いただいた仕事が多すぎたんで、飴でも食べてストレス解消しようかと。あはー、ストレス解消か。一緒に風呂でも行くか。もっと解消できるぞ。ちょうど就業時間で、警察署の風呂には大勢の人がいた。キム課長は周囲の人と大声で笑っている。俺は浴槽の隅に座り、会話には参加せず静かにしていた。そして菅課長と一緒に風呂に入った時のことを思い出した。風呂の中の湯気のせいか、俺は何とも言えない感傷に浸った。あー、でも特に進展なしだったね。で、アリシアちゃんの方はパスワードを入力しても開かなくて、これ一緒かな展開。あ、そこが中から大声で叫ぶ。爆弾だ。私が取り除く。君は逃げなさい。けれど、それは間に合わなかった。ああ。そうか。それで、まあ、そこは爆弾を一応解除しようとしてたんだ。はい。あ、結果的には一緒ですね。やり直すんだけど、パスワード入力する。あ、扉を開けたかな？扉を開けたをアリシアちゃんの方に持ってくる。これで展開が変わるんじゃないの？あ、ギョンミンくんは変わらないけど、やっぱりそうだ。アリシアちゃんは変わりますね。すぐにそこから離れろ。中に爆弾が。そこが大声で叫びながらこちらに走ってきて、手を伸ばして、さっき私が開けた扉から私を引き離そうとした。一瞬、ガランとした弾薬庫の底に箱のようなものが一つ見えた。これはどうなる？あー、ダメだ。爆発に巻き込まれちゃいますね。どうしよう。開けて、なんだろう。背後に誰かいるのに気づかなかった。扉を開けた。中には何もなかったにする。これでも変わりますね。何もなかった。そこは弾薬庫の中にも家のどこにもいない。突然、街の遠くから爆発音のような音が聞こえてきた。私がそこに向かって走っていく途中、ずっと人々の泣き叫ぶ声がしていた。至る所に負傷者がいる。爆発があった広場は平らになってしまっていた。もともと広場にあった肉団子の屋台も何もかも全部なくなっていた。広場中央のセメントが放射状に黒く焦げていて、中心には何もない。何も残っていない。ランク A だ。そこの行方もわかんなくなっちゃったパターンですね、これはね。やり直しましょう。パスワード使ってないんだよね。パスワードをギョンミンくんのところに持ってく？パスワード入力して、さっきはさ、ごまかしたじゃん。キャンディーに手を伸ばしてって。で、今度はもうパスワード入力してるところに、後ろに誰かいてっていうので、ごまかせないパターンだと思うんだよね。あ、ダメ？違いました。
気づかなかったの。後にパスワード入力する。あ、ダメか。んー、え、じゃあどうなんだろう。扉開けた、中に何もなかった、背後に誰かいた。え、これで、これでいける。しかもこれ2人とも変わりますね。予想に反して資料キャビネットは解錠音がせず開かなかった。おかしいな、まさか俺暗証番号を見間違えたのか。う、嘘だろ。昨日暗証番号を記憶しておいて、今日も誰かがこのキャビネットを開けた時に番号を再確認したのに。最後に資料キャビネットを開けたのはキム課長だ。まさか俺が盗み見ているのを知って暗証番号を変えたのか。俺はしょんぼりと自分の席へと戻った。どうすればカン課長を助けられるんだ。誰か助けてくれる人はいないのか。そうだ、まだジオン先輩がいる。あ、でもこれ一緒か、展開。そうだよね、ジオン先輩はもう退院しちゃってて。あ、ダメだ、進展なしです。で、アリシアちゃんのところはこれ、やっぱりでも野球帽のなんかいるんだよね。残念だけど、あんたの命は今日いただくよ。あ、でもちょっと違う。若い男が2本のナイフで私に襲いかかってきた。私はテーブルにあった果物ナイフで受け止める。何度か切り合うが、お互いの実力は互角だ。突然、街の遠くから爆発音のような音が聞こえてきた。私は視線を窓へと向けた。嫌な予感がする。その一瞬の隙が相手に絶好のチャンスを与えてしまった。一切の無駄な動きもなく、2本のナイフが私の頸動脈に突き刺さった。私、ついに終わるのね。バットだけど、このなんか野球帽の人にさ、出会わなきゃいけないのかな。これ、ゲタはやっぱりこっちにいるのかな。あ、これ2つとも変わる？これで、ギョンミンくんは確実に、あ、しかもなんか中身空っぽじゃない。キャビネットの中には1ダースほどの資料があり、パラパラとめくって内容を見てみると、正しく俺が探していたものだった。どこにカン課長が拘禁されているか見つける前に、誰かの足音が近づいてきた。俺はそっとキャビネットの扉を閉じると、資料を懐に入れてトイレに隠れた。男子トイレには窓のついた個室が一つある。窓はあまり大きくはないが、大人一人ぐらいなら通り抜けられる。そして抜けた先は警察署の校門の近くだ。俺がその個室の扉を開けて便器の上を踏んだ時、ものすごい悲鳴が上がった。え？ギニャー。あ、これ猫じゃない？これミケちゃんなんじゃない？俺も驚いて悲鳴を上げ、トイレの床に倒れてしまった。その時、トイレの扉を開けて入ってきたのはなんとキム課長だ。その瞬間、俺がこっそり資料を盗もうとしていたのは、とっくにキム課長に見破られていたのではと直感した。キム課長は俺を引き起こすと、俺の懐にある資料を奪った。そして低い声でこう言った。同僚のよしみで今日のことは黙っててやる。キム課長の責めるような口調に、一等険しい顔をしているだろうと思った。しかし、俺が顔を上げてみると、なんとキム課長は笑っていた。なんで笑ってるんだ。俺はキム課長が何を考えているのか全くわからなかった。ただ全身がゾッとした。え、やっぱりさ、なんかキム課長怪しいよね。なんで参加が出しゃばってくんだのあたりからずっと参加怪しいと思ってたんだよね。これギョンミンくんは今のが S ランクというか S のお話ですかね。で、アリシアちゃんです。そこが背後から私を抱きしめると、あの鉄扉から飛び離れた。あ、ドカンと大きな爆発音が響く。凄まじい力が鉄扉を押し開き歪ませ、灼熱の破片が私たちに襲いかかってくる。そこが私をかばってほとんどの破片を受け、彼の体は穴だらけになってしまった。死の間際、そこは私の手をきつく握った。嘘でしょ、そこは言ってしまった。特別式はなく、ただ死体清掃人に引き継ぎをいくつか伝えただけ。死体清掃人、青いスポーツウェア、白い手袋、黒いリュックサックを背負い、黒の SUV に乗っている。通常は二人一組で行動している。扉を開けて彼らを迎えると、最初に彼らから、
お花はいりませんか？白色の菊の花と聞かれるので、赤色はあるかと彼らに聞く。何本必要ですかと聞かれるので、一本と本数を答える。すると彼らはリュックサックから言われた数の死体袋を取り出し、中に入るときこう告げる。ご愁傷様です。もしも迎えた側が間違った回答をしたり、あるいは花の価格を聞いたりすると、二人組はお花を車に忘れてしまったと言ってすぐに立ち去ってしまう。なんかやりとりがプロの世界ですね。死体清掃人のルールを暗殺の世界で知らない人間はいない。そのため彼らがたまに間違った扉を叩いてしまい、業界人に出くわすと、今日はまだ開業してねえぞ。次また間違えたらお前の家に花を送ってやると罵られることもある。いやこれすごいね、プロの世界だな。満月の夜、月光に照らされる中で私は手を開いた。でもこれそうか、そこは本当になくなっちゃったんだ。なんかさ、めちゃめちゃ無敵キャラっぽかったのにね。そこにはそこが死ぬ間際に託されたものがあった。あの招かざる客が仕掛けた爆弾から落ちたある金属の部品だ。あれ？あれちょっと待って、ギョンミン君バットだった。嘘。え、なんかすごい意味深な感じで終わったから、これ絶対ランク S 来ただろうって思ったけど違いましたね。え？じゃ何？こっち？逆？扉開けるとパスワードを逆にするの？え？本当に？これかな？え、思いがけないことに俺が暗証番号を入力する前にキャビネットの扉が勝手に開いた。キャビネットの中には一枚のメモがあった。そこに書かれていたのは、余計なことをするな。俺はしょんぼりと自分の席へと戻った。どうすれば管家長を助けられるんだ？誰か助けてくれる人はいないのか？そうだ、まだジオン先輩がいる。でもジオン先輩の隊員は変わってないですよね。ジオン先輩と連絡できなくて、どうすればいいんですか？で、あっと。ん？え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 、これ中には何もなかった。こっちに持ってきちゃうとさ、あ、変わんない。え、アリシアちゃんのところは背後に誰かいるのにだけでいいんだ。ってことはギョンミン君はこの3つを使えるわけで、そう、あ、違う。これギョンミン君さ、ランク S 今時点で到達できないんだ。え、なんか四角のところがさ黒色なんですけど、これって現在ではここね行けないんですよね。だから情報がどっかで必要なんだ。どこを変えればいいんだろう。マンションの監視任務かな。マンションの監視任務、え、これ失敗すべきだったのかな。監視任務と失敗しとく。あの、失敗するとそっか、アリシアちゃんの方進めなくなっちゃうから、難しいね。マンションの監視任務、なんか S が2つあるんだよね。いや変わんないか。これは4課の災難。どうしよう。なんかめちゃめちゃ難しいんだけど。え、こっからこれさ、なんかどこをいじったらこの先進めるとかなんとかいろいろ遡るよりは、空いてるじゃない、読める手紙はどんどん読んでった方がいいのかな。今回だったら一応ね、ジミーくんとベンチャーの手紙まだ読めるやつ残ってるんですよね。こっち先に行って読める話があるうちは読める話を読んで、行き詰まったらこのルートを遡るとかの方がいいのかな。結構時間かかっちゃうんですよね。そうだな、今回ちょっと短いかもしれないけど、このパートこの辺にしておきましょうか。ちょっと今日はアリシアちゃんとギョンミン君の話を見ました。で、次回はね、このジミー君とベンちゃんの話まだあるので、ここを読んでいけたらいいかなと思ってます。で、そこからまた新しい手紙が来たら、まあ新しい手紙優先で、で、新しい手紙がもう来なくなったら、またベンちゃんの時みたいにね、過去遡ってで、どっかのお手紙を変えて、それで新しいルートが出てこないかどうかを探すという、そういう進め方にしようかな。
なと思います。ますます複雑になってきましたが、めちゃくちゃ面白いですということで、今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。ありがとうございました。